はい、皆さんこんにちは。今日はですね、iPad で勉強系のノートの作り方っていうのをやっていきたいと思います。前回質問コーナーやった時に iPad で勉強する方法をもっと教えてほしいっていう質問をね、たくさんいただいたので、今日はそれをやっていきたいと思ってるんですけど、知人にですね、ちょっと学校の先生をやってる人がいて、こういうね、教材を今回は借りてきました。で、これはね、優しく丸ごと中学数学っていう本なんですけど、まあ、数式とか公式がたくさん分かりやすく載ってる本なんですけど、まあ、今日はですね、このノートを見ながら、ここに記載されてることをですね、同じように iPad の方のノートにも書いていって、それを覚えるっていうのをやっていきたいと思います。で、今日使うアプリはですね、GoodNotes 5っていう私がよく使ってるノートアプリと、あともう一つ新しいアプリを紹介します。で、これですね、マイスクリプトカーキュレーターっていうアプリなんですけど、これ何かっていうと、手書きで書いた数式とかをですね、勝手に解いてくれるっていうすごいアプリです。で、こういうね、複雑な分数とか小数の計算だったりとか、あとはルートとかの計算もこうやって適当に書いてあげるだけで勝手に解いてくれます。で、まあ、複雑なね、計算とかめんどくさいとか、あと電卓でもちょっとやりにくい計算とかあるじゃないですか。そういうのもこうやって手書きで書いてあげるだけで勝手に解いてくれるので、すごいこの Apple Pencil との相性がいいアプリになります。で、今日はこれの使い方と、あとは数学のノートの作り方をね、紹介していきたいと思います。でですね、ちょっと始める前にお知らせなんですけど、私この度ですね、YouTuber の方と初めてコラボさせてもらいました。Kicks チャンネルっていうチャンネルのですね、今村さんっていう方なんですけど、結構知ってる方多いんじゃないかな。Apple 系のデバイスのレビューだったりとか、あとガジェットのレビューとかをやられてる方なんですけど、今回この Kicks チャンネルと、ポッドキャストのラジオという形でコラボさせてもらいました。で、私 YouTube 始める前からこの Kicks チャンネルずっと見てて、フォロワーもたくさんいる方なのですごいなと思って見てたんですけど、まあ今回ね、ちょっと声かけてもらって、声だけですけど、ラジオなので、声のコラボという形でやらせてもらってます。で、今この画面上には載ってないんですけど、もう昨日投稿されたのかな?もう投稿されてるので、ぜひね、興味ある人は、Kicks チャンネルにぜひ遊びに行ってください。結構長めに話してるので、まあ、朝の通勤だったりとか、あと夜寝る前とかにね、ぜひ聞いてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで早速始めていきたいんですけど、今日やることとしては、この教科書に書いてある内容を丸ごと iPad に移して覚えるっていう感じになるので、まあ、GoodNote のツールの説明みたいになっていくと思います。まず GoodNote 開いて、ここのプラスボタンからノートっていうところを選択して新しいノートを作っていきます。で、今回はですね、縦型でやっていくので、ここの項目から縦向きと横向き選べるようになっているので、縦を選んでください。で、タイトル何でもいいのでつけてもらって、今回はこの、グリッド型の表示のやつを選択していきます。で、上のツールバーのところからボールペン取ってもらって、タイトル書いていくんですけど、今ボールペンの太さはですね、0.4 ミリの太さで書いていってます。で、こうやって上にタイトル書いていくんですけど、まあ普通にこうやって書いてもらってもいいんですけど、なかなかね、文字がうまく書けないっていう人もいると思うんで、そういう人のために、おすすめのツールがですね、この一番左側の拡大ツールっていう、ツールがあります。で、これを押すとこうやってブルーの枠が出てくるのと、あと下にもこういうパネルが出てくるんですね。で、この下のパネルとブルーの枠っていうのがリンクしてるんですけど、この下のところはですね、拡大されて表示されてます。で、下のところに書いてあげると、このブルーのところ、中も見てもらったらわかるんですけど、同じように書いた文字が上にも反映されてます。で、これを使ってあげるとですね、こう iPad に顔を近づけて文字書かなくても、こうやって拡大されるので、すごい文字が綺麗に書けるんですよね。なので、1枚のページにすごいたくさん文字を書きたいとか、勉強ノートを書きたいっていう人は、絶対この拡大ツールっていうのを使って書いてあげた方が綺麗に書けると思います。でですね、今日作るノートなんですけど、中学生で習う立体の体積の求め方っていうのをですね、解説していきたいと思います。
私もともとそんなに数学が得意ではないので、合ってるかわからないんですけど、まあ、このノート、教科書をですね、丸写ししていくので、おそらく間違いはないかなと思うんですけど、立体の体積の求め方はですね、体積が、ボリュームね、体積 V は、底面積×高さで求められるそうです。でですね、今日はこの公式をですね、分かりやすくちょっと図にまとめて解説していきたいと思うんですけど、この今左のね、教科書に書いてある図をですね、同じように書いていきたいんですけど、図形を書きたいときは上のツールバーのシェイプツールっていうところをオンにしてあげて、こうやって四角形書いてあげると、適当に四角形書いてもこうやって綺麗な四角形に変形してくれます。で、例えばこれオフにして四角形書くと、こうやってね、ちょっと手ぶれしちゃいますよね。なんですけど、このシェイプツールをオンにして書くと綺麗に書けます。なので、図形を書きたい人はですね、これ絶対にオンにして書いてください。で、こんな感じで縦軸引いてあげて、投げ縄ツールに持ち替えて、この上の面積のところを選択してコピーします。で、その状態で下の方で適当にこう長押ししてあげると、ペーストっていう項目出てくるので、このペーストを押すと同じ図形が下の方にも現れます。なので、こういう風に書いてあげるとかなり時短で書けるかなと思います。で、隣にですね、円柱形も書いていってあげます。円柱形はもっと簡単ですね。投げ縄ツールでこうやってサイズ変形もできるので、サイズ変形して丸の形決めてあげて、コピーしてペーストで、このサイドの軸を縦でつなげてあげるだけです。で、こっからですね、ちょっとブラシの色を変えてあげて、この立体の半径とか、あと高さとかをね、の位置を書いていってあげるんですけど、半径は R です。 R はね、レイディオスかな。で、高さは H で、ハイツね。で、底面積が S ですね。 S は何だろうな、 S はサーフェイスかな、多分ね。間違ってたらごめんね。で、まあ、このポジションを書いていってあげます。で、次色を塗っていくんですけど、色を塗るときはですね、私いつもこのマーカーっていうツールを使って上から塗っていくんですけど、まあ、好きな色取ってもらって、こうやって上からね、重ね塗りしていくような形になります。で、マーカーで塗ってあげるとね、この黒の線に影響せずに、なんていうかな、この線の向こう側に色を塗れるような感じかな。なので、色塗りたいときはマーカーがおすすめです。で、もしこのマーカーで塗った色の部分のところだけを消したいときは、消しゴムの設定の中に、蛍光ペンのみを消去っていう項目があるんですね。で、これをオンにして消してあげると、この蛍光ペンで塗ったところだけが消すことができます。で、オフにして消しちゃうと全部ブラシのところも消えちゃうっていう感じですね。で、角柱の体積の求め方なんですけど、体積 V に対して、底面積 S かける高さの H ですね。で、これが角柱の体積の求め方で、円柱も同じように、底面積かける高さなんですけど、円柱の底面積の求め方は、πr の2乗ですね。懐かしいね。なんかこれやっててすごい思い出しましたね。皆さん多分忘れてると思いますけど、πr の2乗かける高さ h が円柱の体積の求め方です。で、公式のところ書けたんで、ちょっと下のところにね、例題を書いて、そこからですね、さっきのアプリ、マイスクリプトカーキュレーターの使い方を紹介していきたいんですけど、上の円柱形のところを選択して、コピーして、下のところにもペーストします。で、例題はですね、高さ20センチで半径が5センチ。の、円柱の立体の体積を求めようということなので、これをちょっと解いていきたいと思います。
中径の体積の求め方はさっきやったように半径×半径×π×高さなので 25π×20 ですね。なので、500π 立方センチメートルが答えなんですけど、この π のところですね 3.14 じゃないですか。でこれを計算していきたいと思うんですけど、私計算大嫌いなのでここでですねマイスクリプトカーキュレーターを使っていきます。でこの子の使い方なんですけど、もうすっごい簡単すぎて説明するあれもないんですけど、ただもう数式を殴り書きしてあげればいいだけです。で例えば今30654足す200割る51分の3で今すっごい適当に書いたんですよね。なんですけども勝手に答えを導いてくれます。でこの数字のところを長押ししてあげて下に持っていってあげると、この次の数式に、引き継ぐことができます。なので、54054×3分の1足すルート34はっていう感じで、次の数式にどん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 つなげることができます。でこんな感じでひたすら、計算していく感じですね。で右上のところに戻るボタンもあるし、あとは左上にゴミ箱のボタンもあります。で、左もっと上にメニューっていうところもあるんですけど、これを押してあげると、前回とか前々回の履歴もここで見て、タッチしてあげるとその履歴を呼び戻してあげることもできます。でまあこんな感じで使っていくんですけど、便利な使い方としてはさっきのグッドノートをまず立ち上げておいて、この数学のノートね。でこの状態でスプリットビューでマイスクリプトカーキュレーターのアプリを右側に出しておくんですよ。こんな感じでね。でちょっと画面はねちっちゃくなっちゃうんですけど、まあ数式書くぐらいなので全然大丈夫。でこの状態でさっきの、円柱形の立体の体積の数式をここに書いていきます。で 5×5×3.14 です。かける高さ20で、こんな感じで簡単にですね、答えが出ましたね。で、答えは1570立方センチメートルらしいですね。合ってるのかな？合ってますように。で、答えをですね、グッドノートの方に書いていくんですけど、このスプリットビューはですね、こうやって右側に立ち上げるか左側に立ち上げるかっていうのをこうスライドさせてあげると移動できるので、まあ、書きやすいところにこのスプリットビューを移動させてあげてください。で、こんな感じで完成かな？でそうだ、このマイスクリプトカーキュレーター上のところにですね書き出しボタンっていうのがあるんですよ。これがまた便利で、ここを押すとコピーっていうボタンがあるんですよね。でこのコピーっていうボタンを押してあげてグッドノートの方に戻ってペーストっていうのをしてあげると、こうやって数式がコピペされるんですよ。これすごくないですか？で後からねどういう計算でやったかっていうのも忘れずにここにね備忘録で、置いてあげることができます。でこのデータっていうのは文字データじゃなくてね画像データになりますね。ピングの画像データになります。でまあこの数式のところはですねちょっと四角で囲っといてあげて、でこれで完成にしようかな。はい、完成です。どうでしょうかね。中学生の皆さん、グッドノートとかでね勉強してる人いたらぜひねこのやり方をマスターしてほしいなと思うんですけど、グッドノートも便利だし、今日はねやっぱりマイスクリプトカーキュレーターをもうご利用ししたいですね。めちゃくちゃ便利なので、私とかねすごい計算が苦手で昔から数学がどうしてもダメだったんですよね。英語とか社会とかねそういう暗記系は得意だったんですけど、どうしてもね数学がダメでしたね。まあその頃にねこういうアプリとか、iPad とかがねあればもうちょっと点数上がったんじゃないのかなとか思うんですけど、まあその頃はなかったからね。でも中学生、今の中学生とかはねラッキーですね。こういうツールとかねデジタルツールとかアプリとかを使いこなして点数を上げてほしいなと思います。頑張ってください。応援してます。で今日使ったこの教科書ですね、優しく丸ごと中学数学、これですねなんか YouTube もやってるみたい。全然知らなかったんですけど、なのでね YouTube も見てもらえればこの数学の勉強の仕方とかもしかしたらわかるかもね。
ここの会社の人とは全然知り合いでも何でもないんですけど、表紙にね、この YouTube っていうロゴがあったので、宣伝しておきます。概要欄の方に載っけておくので、ぜひね、見てもらえればいいかなと思います。で、さっき冒頭の方でも言ったんですけど、この Kicks チャンネルの今村さんと、ポッドキャストのコラボしてるので、ぜひよかったらね、見てみてください。ね、全然うまく喋れてないし、すごい噛み噛みだし、ぐだぐだなんですけど、ポッドキャストね、初めてだったんで、ちょっとどうやって喋っていいのかわからなくて、最初の方、めっちゃぐだってるんですけど、なので、あんまり見てほしくないなっていう感じはあるんですけど、まあ、この今村さんがですね、すごいおしゃべり上手だし、すごいロジカルに話されるんですよね。なのでね、うまいこといろんなことをね、ほりはほり聞かれた感じはありますね。まあ、普段、私はこういうチュートリアルとかをね、喋ってるんですけど、ここの、ポッドキャストでは裏側の YouTube の裏側だったりとか結構本音を暴露してますね。面白いと思います。ぜひね聞いてほしいなと思います。はい、ということでですね、今日は以上にしたいんですけど、もしねこの動画が良かったらぜひいいねボタンお願いします。でまた勉強系ですね、理科とか社会とかもいつかやってみたいなと思ってるので、ぜひね学生の皆さん楽しみにしておいてください。はい、ということでですね、今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。